あ、とりあえず駒ヶ根インター向かっといて、うん、に設定して、で、ガチャン聞いたんじゃん、住所、うんうん、教えて。ベロベロやったもんな。ベロベロやった。ベロベロにならんと有田さん思ったからな、今日。ベロベロ。てか俺もベロベロだったけど。まあ、シーさんはいつものことシーさんはいつものこと。あんな酔っ払っとるかいな。ノー君が土下座してるのは覚えてる。あれは覚えてる。やっぱな、男だけあんだけ人数おったらおもろいわ。おもろいね。ああ女おったらうるさい。ニンニクどこ行ったかわからんねん。どっからも待て帰ってさ、どっからも出てこらんの。出てこんかった。出てこんかった。池田さんとちょっと LINE で喋ってんやん、うん。電話もしてないんだけど。あの子めっちゃ私のこと好きやん。引くわって言ってた。もうすぐ生まれそうなの。うん、らしいよ。で、名前決めたん？シーさん。え？決めてない。シーさんが決めんのやろ？一緒に決めようよ、俺と。絶望。いやいや、でも男か女か分からんのやろ。そう。それも、あえて聞いてないってこと？うん、あえて聞いてないんじゃない。俺やったら知りたいからさ。まあまあ、最初の方は、最初の子なんか、龍太郎の時なんかは聞きよって。で、2番目の時は聞かんかったけど。あ、そうなんや。聞かんかったけど、先生が、ポロって言ったけど、あ、そうなんや、みたいな。あえて聞いてないのに。お元気な女の子ですね、みたいな。アホドクターやな。あ、もしもし、ごめんね。すいません。そのね、アースサスとこってことでしょ、うん、はアースサクサスところがわからんっていう話ですよね。この、うん、そうそう。普通、ネジとかだったら、まあ、古いやつをね、うん、どっちでもいいわけだ。どっちでもいい。それ刺したら、あの、引っかかりますけど。引っかかるんに。ほんと？この、4時ってね、ずっと刺すけどね。うん。引っかからんなぁ。差し込んどけばいい。うん、差し込んどく。引っかかっとるって裏か、これもう全然手応えか。引っかかったかも。引っかいんやかな、手応えがないの。その上げる下げるはなんだ。上げる下げる、下げるっていうのは下げる。ああ、いや、そのそこの蓋の上げ下げじゃないです、多分。その蓋、あのアースの洗濯機の、まあ、冷蔵庫とか電子レンジ刺すようなところも同じようなコンセントだわ。そう、まあ取れてなくても、まあ、まあいいです。ああ、特になくても大丈夫だ、うん。電子レンジなんかは刺さんでも大丈夫。まあね、刺せっていう話だけどね。別に刺して ないところでどうにかなるってわけでもないですけど。ああ、なるほどね。うん、じゃあこの普通のコンセントの下のなんかトンネルみたいな形の穴にガーッと入れとけばいいけど。あの、あれですよ。一番下でしょ、一番下。一番下の端子のとこですよ。だけどその三つ口の真ん中、あの、うん、下じゃなくて、うん、それじゃなくて一番下、あの一番下のトンネルみたいなやつに刺すだ。一番下の端子ですよ。この上げるっていうのは下げとけばいいだろう。下げるっていう、うん、あ、下げるっていうのがあるでしょ。あ、はいはいはい。その上に差し込めばいいでしょ。下げるっていうね、あの、その下げる、どげつか、そのさ、この絵のね、下げるの、うん、下げるの裏側、あの、このちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、あの、いいよ。あ、なるほど。あ、じゃあここにグッと下げて、入れて下げとけばいいってこと。うん、まあまあ、ちょっと入れてみてもらえます。うん、ちょっとやってみ、下げるの横にね、ちょっと入れてみよう。うん、切ってから、うん、いや、ほんと、なんかもせん、もう汚くて、ちょっとやってみよう。あの、下げるの、右と左にちっちゃい穴があるけど、そこに入れるんだね。あ、今、送っときました。絵を送っときました。あ、はい、まあ、入ったボタンしとけばいいんだね。これ、下げとけばいいんだね、あれをね。うん、まあ、下げらんでも大丈夫。あの、写真がわかる。下げるっていうのがわかる、写真で。うん、下げるっていう、今、LINE 送ったけども。赤い丸したやつ、うん、来た。うん、あの下げるっていうやつの右と左に穴が開け、そこに入れたよ。そう、ちょっと丸いやつね、丸いやつね。ちょっとライン見てみれば。ああ、そっちじゃない、反対に入れたけどね。どっちでもいいんだね。うん、僕、うん、やってみるわ。うん、まあこよって入れとけばいいんだ。で、下げとけばいいんだ。そういうこと、いやこれ聞いてみてよかったわ。ネジのしか見たことない。
わかりました。はい。すいませんでした。はい、先生。ごめん。山だった。あ、今、行く途中。行く途中だ。気をつけて。はい、すいません。何人、大人数だ？いやいや、2人。2人で、うん、まあ、気をつけてね。はい、ありがとうございます。はい、すいませんでした。はい、すいません。はい、安心しました。はい、すいません。おい、分かったぞ、教えて。あのね、向こうの人も説明下手やけど、シンさんも説明下手やな。そうそうそう。めちゃくちゃもうどっちもアホ同士の会話やで、これ今の。めっちゃおもろかったわ。もうだってシンさんの言ってる説明ももう何言ってるか分からへんよ。一番下一番下って。来ていてやったら A のどこか言えよって俺ずっと思ってさ。この最近のコンセントってこうなんや。あ、そうなんや。俺そんな。あのね、知識じゃないんだよね。アースが。ここが。あの、パチって下げたらロックされるやつやろ、これ。あ、そうやんな。あ、わかるわかる。これを初めて見て、パニックになった。わかるやろ、大体それで。知らない。で、向こうは、一旦電話切ろうとしてね。そう。うん。あ、それは気づいてた、シンさん。うん、そう。で、切ろうと。切るのかなと思ったら、シンさん切らせへんしさ、電話。そう。あのね、だけど切ろうとした時に、あ、ここのこと言っとるなって、ああそういうことね、感づいたから。だからか。そう、おい、よかったぞ、解決したぞ。そう電話切れてなかったから。洗濯機1台でパニックになってたよな。で、俺もパニックになってめっちゃおもろいわ。おもろいやん。だって洗濯機のアースの話やね、今の。そう、昔のと形状が違うからお父さんパニックになったんや。そういうことですよ。刺したことにしとけばいいかみたいな。言ってたな。でかいやね、線を入れとき。うん、え、運転変わる。運転変わるよ。いや、お疲れちゃん、シート出す。あれです、久しぶりやね。7ヶ月ぶりやで、かっちゃん。え、そんな経つの？うん、そんな経つ。ゴールデンウィークから。これエンジン、ストップ厄介なやつ？いや。厄介なやつね。ボタンや、そのボタン。最後ブレーキ消していい？消せよ、早く消せ。爆発し？オッケー。あ、爆発しんかった。ファーストコンタクトからうざいな。そう。あったのー。久しぶりのシーズン。1本でうざいな、ほんま。嬉しいじゃん。会って5分でうざいと思ってるやろ。シーさんも嬉しいじゃん、7ヶ月ぶりだもんね。なあ、ライチョウめっちゃでかいね、はい、あのライチョウが。はい、ウェルカムウェルカム、カッチャンチ。こんばんは、お邪魔します。はじめまして。そう、じゃあまだお世話なんで、今日シーさん。どうぞ。うちのちゃん悪いんだよ。いや、いいよいいよ、悪いねって。今日あれやで、ガッチャン。俺とガッチャンは今日酒飲まんからな。そりゃそうやろ、どうも。いや、だから米これグラタン、うん、キノコ入ってませんから。トモちゃんさ、料理どこで覚えたの？お母さん。お母ちゃんやな。うんうんうん、うちの嫁なんで、もうほんままずすぎて食われへん。言ってたね。あ、3日ぐらい前に、うん、むっちゃ辛い卵焼き作ってた。卵焼き。あ、そしたら醤油入れすぎてん。頑張って食うたけど、それは。頑張って食ったんだ。それはな。腹がきつい。食いすぎちゃった。明日無理やな。大丈夫。明日無理かもな。まだ、あの、消化時間がいっぱいあるで。どうせ見にくい本やん。ん？見にくい本やん、それ。これ保険だけね。で、小さいもん。でもなんとなくいいよ、なんとなくでいいんだよ、なんとなくで。吐きそうだもんね。マジか。今回は県外名は回らずに。こっちからね。こっちからもう雪で埋まってるから、池は。うん、凍った池見られへんの？じゃあ見られない。おいおい、くっそしょうもないな、これ。これ、うん、これ見るためにめっちゃ下らされてんだよ、あれ。あれ、これ登らなあかんねん。いや、すげえ凍ってるね、藤本ちゃん。くっそしょうもないやん。いやー、冬の山ってこう幻想的だね。県外池って言うん。うん。いやー、山って面白い。見に行ってそうですね。行こう。
ちょっと写真くれ。これをさ、写真に撮りたい意味が俺分からない。いや、だってこの時期に来ないと見れないの、この子ってのが。分かる？いや、分からへんわ。分からん。いや、この時期にしか見られへん運行を見に行こうって言ってるようなもんや。なんだって運行、うん、うんこ色ですしね、実際。めちゃくちゃしょうもないから。いや、そうやって、もう一生来へんわ、ここ。残念だ。見たかったんよ。貴重なんだよ。え、あの、彼もあまり遅くなると大変だから、この左フランケ、うん、フランケってよう言うけどさ、うん、何の略？フランケ、フランケンシュタイン。いや、違う。ああ、フランケの役って何だったかな、うん、え、そんなんも、山今から山の YouTube やる初めて。確か、あの、山岳ガイド。山岳ガイドの山の船が飛ぶとか言ってましたね。あ、これだ。あ、そう、左フランケ。あ、そう、左フランケ。あ、49なんや。うん、でも、雪の付け方が今だと、いやらしいから、うん、下手すると、核心が5級、5プラぐらいになっちゃう。5プラとか、今無理やろ。ちょっと。うん。だから、それ、様子見でさ、うん。うん。ただ、その、フランケの意味がさ、わ、うん、かるよ。今、説明聞いても入ってこへんのよ。このフランケルート行くって言うても、意味がわからへんやんか。フランケの。俺、コンセントの説明とどっちが。どっちもあっちの方がアホ、シンさんの方がアホ。フランケがまずな、そこまずそこ処理してからじゃないと先進まねえからさ。フランケンちゃうやろ。フランケン。フランケやろ。だいぶ違うやつやで。あの、どこ俺どこから欲しいの。これやろ。だけどドイツ語か。うん。登山で、あ、顔料の側壁を言うねんで、顔料なの側壁。側壁ね。うん。勉強になったね。なるほどね。うん、50あんやろ、これここまで、うん、途中でピッチ切った方がええんじゃん。普通に本気じゃん。そうやな。俺カメラ2本持って上がろうとしとって。あの、もう今回はアイスピトンとさ、で、まあ、カム使うか分かんないけど、まあ、あれあったべっていう、うん、だからそれは買っちゃう思ってた。ワンセットワンセットでもないけど、うん、なあんまな想定してたのとちょっとちゃうな、なんかな。こんなガチやったんやっていう。いや、でも言ったじゃん、最ちょっと今やらしいから。いや、そうそうそう、やらしいから、うん、いや結局歩きになんねやろなと思って。あ、そうだろ。普通に4級もむずいで今、うん、むずむずシーズン始めで、うん、アイトレもしてないのに、うん、そんなともちゃんいけんの。いかんて。で、3時間4時間。4時間絶対無理やん、こんなバカじゃないの、あなた。6時間半の、あの、下まで行くってことでしょ。おう、8時間か。8時間かかんねんで、極楽平から。あの、なんか登山道具持ってなきゃ、1時間かかるところさ、うん、多分50分とか45分で歩けちゃうんだよ。いや、まあ、やったとしてもやで、うん、全部で何時間。この時期の 10時間日帰りやで、俺らそこから帰らなあかんねんで、うん、そうだね、ありえへんやな。最初から分かってくる。分かってるよな。もうちょっとマシなプラン出へん。将棋頭っていう子。そっち行ったら帰ってこられへん。いや、で、じゃあ、あの、聞いて。で、駐車場が違うんだよね。だから車置いて、将棋頭の登山口に車置いて、また戻って。あ、一段デポって言ってこと。そう。別に日帰りで普通に行ける。うん。コース？この辺ほんまに？うん、ほんまに。つまようじ頭で刺すでる。だって実際行ってんじゃん。動画もアップしてる。10時間行動もうな。そんなんを、あ、全然楽勝やでって言っといて、うん、計算したら10時間あんな、行けるかなっていうのを平気で出してくるからさ。あ、でもそっか、そうだね。あ、何、出発が遅いからちょっと待ってよ。そうだ、今ロペ8時なんだよ。おう、ロペじゃなくてバスが。おう、でも雪ついた時の記憶がね。で、なんでまだ記憶がねえっつってたけど。あかんよ、またほら、それ変な提案したわけやろ、今俺らに。なあ、ガチャ。ちょっと待って。普通にして。普通にして。ちょっと待って、CT って指さす。CT って指して。とりあえず10時間くらい。とりあえず置いとくわ。とりあえず10時間くらいできる。あの、押し込まれ。なんか罰ゲームか、これは。ちゃんと、すごい。5時間10、5時間半。まあざっくり試合後に言うて7時間に、うん、まあギリギリやな。いけるギリギリやな。え、5時休憩とか入れてね、うん、夕方の5時、うん、どっちも大変。いや、大丈夫よ、俺は。まあもう朝まで帰ればいい。
とここのカット短いじゃん、ワンカット。短いってどういうこと？ここの表示が。おう、なんでそれは。そう、それが分かんないのよ。それはだから今全体表示をしてるだけやん。全体表示、ほらほら、もっと短くなったやろ今。プロジェクト表示と思ってよ、こういうの大事。いや、ほんとほんとほんと長い夜になるぞ。じゃどうせな、これ見えひん。いや、メモをどこにさ、しまったか忘れる。俺、あのね、メモしてを見ながらやってたんだ。ほんまか。ほんま。ちょっと、汚すぎて、まとまってない。こんなんはな、覚えなあかん。ショートカット、ショートカットが書いて、まず。かっちゃん、じゃあ、メモ、俺が取ったるわ。ちょっと待って、じゃあ、これな、何のためのデジタルやねんと。な、これな、かっちゃん。メモも言うたら、ここで取れるわけやんか。そういう。まあ、言うたらな。こう、ウィンドウいっぱい出てるやんか、これ。コマンドをしながら、これでタイムラインを拡大できるわけやな。な、細かい作業ができるやんか。コマンドのマーク、これな。タイムラインの縮小。頭ついてってる？いや、ついてってるよ。そう。でも、下に行ったらさ、こうやって出てくるやん。メモ。タブでさ、アプリケーションを切り替えてんねん。へぇ。カラム表示にしよう。いや、違う。あれ、違うの？ペースト、今の、ペースト。で、あいつを読み込む。ちゃう。なんで この中に入れるの？例えば、ちっちゃい絵ってどうやって打つ？ XE で、小さい絵。そう、俺、ちっちゃい絵がこれで出てこなくてさ、実は最近。まあ、それは分からんわな。そうとかのな。パソコン使ったことない、もう、猿と変わらへんな、これ。いや、でも、違うんだよ。あっちだと出るんだもん、だって。Windows だと出るもん。どうやって打つの？絵ってやると、ここで、出るんだけど。ここ出るで。いや、出ないじゃん。あ、最後の方か。出ないんだよ。じゃあ、そういうことじゃなくて、キーボードで日本語の打ち方を知らんっていうことに問題があるから。ああ、そういうことね。今なんかやったら全部小さくなる。ああ、全部。やろ？ここだけを選択せなあかんわけや、まず。これトランジションっていうな。こんなん、使いすぎるとすげえ安っぽくなるから。音楽めちゃくちゃ大事やで、かっちゃん。ダッサい音楽使ってたらもうダサいやつやで。いや、フリーでもさ。ああ、フリー。あるって最初に出てきたやつ。あ、何に使うかにもよるけどな。まあオープニングとエンディングではね。俺はなんかあるやん、明るいとかさ、こう選ぶのよ、これで。ああ、どんなのがいいのかっちゃん。まああれだね、楽しい。楽しい。楽しいやな。楽しいじゃないか。同じですね。明るい。もう聞いていくしかないのよ。ほんの作業が一番時間かかるから。もう聞いた瞬間ないわな。かっこいいよな、めっちゃな。いいね。でも今のちょっと保存、これ保存するんだよ。ちょっとダサさも残ってる。ちょっとダサさも残ってる。これでもうひたすら聞いていくんよ。ないな。とにかく楽しい。そうだね、楽しいだけでいい。一番ないかもね。でもおしゃれ入れるとこや、おしゃれ。ちょっと俺らしくなくない？うん、まあな。ちょっと俺らしくない。かっちゃんらしいのはとにかくひたすらダサいやいや、だからこそ音楽なるべく抑えてんのよ。あ、おしゃれ入れたらあかんわ。なんかダウンロード率が高いとかなんかそういうの。かぶるんじゃないんだけど。そうやん、そうすると人とかぶるから。だいぶかぶるやん。うん、なんか始まりっぽい感じやな。ギリかっちゃんっぽい。ギリかっちゃんっぽいな。いいじゃん。いいね。いいんじゃん。いいんじゃない。本当に本気で言ってる。それちょっとあれだよね。ちょっと面白い。今までのあれがあるけど、今までのかっちゃんの選んでた曲からしたら、もう選ぶ曲どれでもいいから。だいぶ印象変わるけどな。そうだね。だいぶコード感とかああいう編集を頑張って切り取ったけど、だいぶこっち持っていかれる。せいでかっちゃん、やっぱ合わさなあかんね。わかる？わかる。もうハイキングやねこれ。大体多分こんなんばっかりやで、かっちゃん。楽しいしかチェック入れてないよ。え、今何したん？明るい。明るい。いや、もうちょい絞れや。明
るいとか楽しいや、もうハイキングじゃないこれ。はい、そうやな、明るい楽しいよ、もうハイキングになってまうで。そうだね、封建じゃないよね、これ。あれ、情熱。うん、そう、まあ、例えばそんなんやな。で、下のタグのリズムも、例えば警戒とかさ。リズムもあるんだ。それで検索かけてみたら。ちょっとちゃう、ちょっとちゃう、うん、ハイキングだから、うん、かっこいいやん、かっこいいね、うん、俺のやつっぽいな、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいやん、え、ちょっといい、これかっちゃんの動画みたいな感じ、思うよな、おもろいかもしれん、あ、かっちゃんほんならこれで一本ちょっとオープニング作ってみる今、うん、作り方教えたるわ、それも眠たいな、ガッちゃん限界来てるやろいや、でも頑張らにゃ頑張る？リズムに合わせて場面をこう切りたいねや、そのあ、まあ、まずはここかな、ここ、うん、で、M を押す、一回、マーカーって言ってマークが、へー、すげえ、ここ全部やるかよ、てて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 てパッ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 かっこいいね、それもね、うん、こうあとどんだけあんのあそこはスクッとのすげえ刻んどるな、あそこ終わりだめできたこれな、これでマークは打てたわけよ、うん、だこのリズムのところで入れ替えたら、うん、もう簡易的にやるな、簡易的に、とにかく簡単に、うんうん、ここで切りたいわけやんか、うん、でもマークが来てるから、うん、キュッてくっつくわけよここに、うん、これとこれはさもう続きやからもう、うん、イラちゃんもう切って、うん、で最初を例えばフェードインさすとフェードイン、うん、お全然違うね、こっからやな、うん、こっから激しくこう変わっていくのが、うん、これがちょっと面倒くさい、だいぶ面倒くさいけど細かいもんでね、マークに合わせてる、そうそうそう、マークにピッとくっつくからさ、これが、うん、なってるやろ明らかに俺が作った動画じゃないよなってるやろ、まあ、藤本ちゃんこれもうリズムに合わすだけやね、うん、あ結局、うん、もうエフェクトぐちゃぐちゃってかけたりとか、あんなんでさ、うん、もうなんかあれでごまかしてるだけやね、うん、もう俺そんなん嫌いやから、うん、とにかくだからリズムに合わすだけやから、うん、音楽が最高にかっこいいやつを選んだら勝ちやね、うん、はいはいはい、言えばな、うん、もう簡単やね、うん、俺のやってる編集ってさ、オープニングめちゃめちゃかっこよく見えるやん、うん、何も大したことやってないね、うん、とにかく最上級にかっこいい音楽のビートに合わすだけ、うん、だから今一旦これ最後までちょっと全部言ってみようか、これだからもう続きやからめちゃくちゃやで、うん、めちゃくちゃやけど、とにかくまあリズムに合わせたらこうなりますよっていう、ちょっと最初はめんどくさいけど、このビートを全部割り出していって、うん、まあ一旦ここまで見ようかだいぶうるさいかもしれない喂，哼。全然違う。あ、もう藤本テイストだ。でもさ、うん、何も難しいことやってないやん、うん、テクニックのいることなんてやってないやろ、うん、今かっちゃんがやれって言われたらできるやん、うん、今ってかっこいい音楽持ってきて、うん、ビート割り出して、うん、そこにクリップを入れてるだけやから、うん、これでかっちゃん、うん、ちょっと応用な、この一番最初だけこいつをちょっといじんねん、うん、何をするかって言ったら、うん、これを俺はスローにすんねんな 35%、はい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 、だって他のさ登山系 YouTube ってさこういうないじゃん、まあ、根気ではない、本気と情熱だね、うん、本気と情熱これもサンダーワードフィルツだね完璧だね、そうだね、もう見れるね、もう全然やろう、ああ。
って言ってる。言うことや。まあ一応、一応 OP っつって入れてるからさ。このカットとこのカットも一緒やんか。だからこんなんはもうあかんわけよ。だからもう全然もうバラ、順番ぐちゃぐちゃでもええわけよ、オープニングなんて。ストーリーの順並ばんでいいか、とにかくかっこいい。いやもう仕事辞めてこれだけやりてえと今楽しみにしてきた、うん、楽しいのが一番や、うん、いやプロの仕事や趣味やっちゅうね俺も仕事でやってへんっちゅうね趣味で やり始めてからさ、うん、仕事では一切こんなに触れへんから、うん、あファイナルカットはね、うん、だからあそっかそうだからできるわけ、うん、かっちゃんでも、うん、だって今の一瞬やったやん、うん、オープニング作り出して、うん、一瞬でここまでできるわけやから、うん、一つはとにかくストーリーを作り上げることがそうまずね、うん、でとにかくあの飽きさせへん、うん、そう自分はな映してる側やから見てられんねんけど、うん、初めて見る人なんてもう見てられへんから、うん、なしかとにかく第三者目線で見る訓練をしながら、うんうん、そうだね、うんうんうん、あとはだからほんまにかっこいい音楽を選ぶ、うん、う全然違うもんだからな、もう音楽選びの時点でもう決定すんねん、もうかっこいいかかっこよくないかは、まあとの動画は編集は作業で、そうもう作業やからほんまに、そうだね、うん、ただの作業、ほんまにテクニックなんて何もなかったやん、うん、ここまでな、いやでも俺からしたらこういうのやっぱ技だと思うよ、いや、っていうかその、まあ、技やったとして、まあ、もちろん技やで、俺がさその、の、自分で編み出したノウハウやからさ、技は技やけど、うん、難しい作業ではないね、うん、めちゃくちゃ簡単やんか、うん、確かに、うん、俺もさ、最初の頃はさ、なんかエフェクトいっぱい入れてごちゃ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 なんかやったりとかしててんけど、うん、いや、そうじゃないなと思ったからさ、ただのごまかしやなと思ったから、うん、俺らはだって撮ってる素材がすごいねやからさ、うん、こんだけ景色がいいとかさ、うん、雪が綺麗とか、うん、崖がエキサイティングに見えるっていう、もうそこをもっとその素材をさ、うん、出しゃええなと思ったから、レベル10ぐらい上がったな、いや10どこじゃないよかっこええわこれ、これや楽しい、何回も見たくなる、楽しいカスタム系の明日どこ登るんやったかちゃん、えほんであの一発目のさ、入金あったの、あったあった、うん、やっと素晴らしいやん、うん、やっとそれだけでもすごい、おめでとう、やっと YouTuber、YouTuber や、YouTuber、出たぜ、すげえ、この何49秒のさ、うん、このクソみたいな動画をよう YouTube に上げようと思ったよなこれインスタでええやん、これやったら、しかも1200回再生されてあの民間救助隊の、入れてくれって頼んでるって入れてくれって頼んでる、入れてくれって、うん、入隊、入隊させてくれって頼んでる、なんで入りたいの、そんな、いや、あの、正式にちゃんと救助ができるっていう、救助したいの、まあ、やっぱ困ってる人がいるわね、なに、そこは、え何なに、救助したいよ、困ってる人がいる、いっちゃうよ、動くからやんか、ちゃんゆっくり、ゆっくり、ゃゆっくり、いや、ゆっくり、うん、うん、刺さってないで、俺髪の毛あるから、あ、そっか、そうえ、大丈夫、気持ちいい、マジで、うん、いてえよ、10時過ぎに何しとるやん、おかしいね変なイチャつきだよ救助隊か、まあ、それも通してやっぱ事故が減ってくれ、それでいいっすさ本当にそうよ、でやっぱ目の前で落ちられたら嫌だっていやいや、分かってるけど、うん、まあすごいなと思って、うん、お別に他人がどこで落ちようか何しようか、うん、知ったこっちゃないからさ、まあね、おう、うん、いやでもやっぱ地元の消防団みたいなもんか、うん、いやまあそうなんちゃう、うん、俺も結構火事現場行ったけど、うん、おまあちょっと俺にはもう理解しがたい感覚やけど、家庭を投げ捨てても火事現場に行って火を消しとったけど、うん、でその人がいないとやっぱ成り立たないじゃんね何俺変変か、いやいや変っていうかもう、うん、アホなんかなかっちゃうわって思ったよかった
笑いすぎ笑いすぎ、まあ、ことごとくちょっとずれとる、ね、ずれてるよな、いろいろとな、編集にしてもずれとる、服のセンスにして服のセンス全部ずれてるんだよ。でもそれがまあ魅力やけどな、うん、じゃあ明日5時起きやで、うん、分かってる、1本飲んで、いや俺はもうやめとくか、いい、じゃあ明日もう長野観光に変えようか、出た、ある意味長野観光やで、上から、まあそうやな、上から長野観光にな、うん、そうやな、しんどいで、翔ちゃん、審査ありがとう、はい、明日よろしく、うい、明日あるかな、俺、うん、じゃあ、なんでよ、こっちは、ちょっと突き刺さしてや、痛えわ、痛えわ、いや、ゆっくりやん、ゆっくりやってみよう、ちょっとこう、なんか、刺激になっていいんじゃん、痛い痛い、何が全然痛ないやん、痛い痛い、あっちゃん、痛みに弱い、うん、弱い、全然痛ないやん、こんな、多分な、こうやって刺激を与えるとさ、生えてくんだよ、別に、別に、もう、髪の毛欲しいと思ってねえもん、思ってない、うん、ハゲていい、思ってない、なんか、もう1時前やん、ねえ、5時起きやで、いや、あと4時間半ぐらいしか寝ない。ここで寝るか、いやもう布団引いてるし、毛布、そうそう、ありがとう、毛布だってそこに、俺藤本がここで寝るっつうから、うん、俺もうここって決まってんね、俺は、なんで前下も引いてくれたのに、あれはない、ああ、あれ、あれだっけ、頭どっち、頭こっち、全部向き関係ある、ちょっとあるちょっとあるちょっとある、俺なんかあるんだよ、いやそっちの方がちょっとね、下の毛がさ、うん、ちょっと向こう寄っちゃってる、ああそれを、ね、いや、で、この寝袋の中、寝袋入ってるん、足、寝袋の方もこう、うん、こんだけ大掛かりに背中ある、しかしで、これ被してけど、あ、これで完璧だ、そうそうそう、オッケー、ありがとう、あ、寝るか、おやすみ、おやすみ、ダイノコースカッツァーン、え、ダイブ、あ、痛い小池選手、小池選手、小池選手、いってみます、いっと参考日本新記録出るか、おー、この寒いに食うと、いやー楽しいね、あー疲れた、もう1時やろ、あー電気消してやかんちゃん、電気、了解、おやすみ、おやすみ、俺もう行く前こんなテンション上がらんもん、でユウコも別にそんなかっちゃんのこと好きちゃうから、あそうだろ、ハーネスないって気持ち悪いわ、あれがこの線、ね、正面な、そう、これ今日の映像おもんなんやろなめっちゃ綺麗やん、もうね、それをゴーグルガッサン系はないよな小池チャンネル、小池テレビや、小池テレビジョンこんなステップどうせダサいステップなんだよどこやった、将棋頭山す、ありがとうございます、出発、敬語の無駄遣いな、ゆかちゃんと小池に対しては敬語を使ってた自分を殴りたいわ言っとったね、ゆかちゃんも敬語、ゆかちゃんも最初敬語やった、ゴリューの時敬語、そうそう、ゴリューの時